天保国絵図越後国高田長岡天保9年国立公文書館デジタルアーカイブより高田藩は越後国に存在した藩福島藩とも呼ばれる藩長は高田城にあった高田城三重櫓上杉謙信戦国時代の越後は織田信長や武田信玄と並ぶ名称として名高い上杉謙信の両国であった 謙信の後を継いだ継承は、慶長3年1月、豊臣秀吉の命を受けて、合図120万国に数像違法された。この時秀吉は継承に対し、上杉家中の侍は中間、小物に至るまで一人も残さず滅失れよ。しかし県地町に記載され、年貢を負担する百姓は全て残していけ、という主因状を出しているが、これは、 兵能分離を徹底させて、正強な上杉軍の根幹をなす地侍を、県知町記載の農民として、家臣団から切り離すことが目的だったとされている。上杉影勝慶長3年4月、越後春日山には、越前北の将より秀吉の家臣、堀修司が30万国で入った。修二は、織田信長に寵愛された、近親、堀秀政の嫡男である。 ただしこの際、越後には、堀直政堀一族、溝口秀勝や村上頼勝ら頼木大名も、付属されたため、修士自身の裁量が及ぶ範囲は10万国、余りだったとされる。修士は、慶長5年の関ヶ原の戦いでは東軍に組みして、越後に在国したが、これは、関ヶ原本戦の5ヶ月前の4月に、 植杉影勝とその家老の名江得金継が越後に、残った植杉家の旧姓や神官僧侶らを先導して、越後国内で一揆を起こしたためであった。この一揆は特に、魚沼地方で激しく行われたが、堀家はこの一揆を沈呈した。そのため、戦後に徳川家康から所領を安堵され、爆藩体制下における高田藩が立藩した。修治は、 一族の名神として名高い堀直政を失聖として、反省の基礎固めに着手し、関ヶ原の戦いの年には、春日山城から、福島城に居城を移す計画を立てた。慶長11年5月、修治は31歳で急死した。堀家の家督は、修治の子で11歳の忠俊が継いだ。慶長12年、忠俊は、謙信時代からの越後の本城である。 春日山城マジを排して、福島城に移った。しかし、忠敏は、幼年の上、生来の病弱もあって政務が取れるはずもなく、実質的な政務は、堀直政が失勢として引き続き取り仕切った。慶長13年2月26日に、直政が死去すると、堀家の内部で内紛が起こった。直政は子に、 堀直次とその異母弟の堀直頼の二人がいたが、この二人が、藩の主導権をめぐって争い始めたのである。その争いは、慶長15年に入ると激化し、同年2月には、徳川家康による祭壇を受けることとなった。忠だ自身は直次を支持していたが、直次が浄土衆と日蓮衆の僧侶を総論させて、敗れた方の僧侶をすべて処刑していたことが発覚し、 これに、家康が激怒した。うるう2月2日、ただとは海域となり、道のく脇に流された。この裁定は、家康が僧侶殺害に激怒したことも一因であるが、堀家が豊臣温子の大名であり、加賀の前だけを抑えるためには、信頼にたる一族を越後に排しておきたいという、思惑があったためとも言われており、事実、堀家の海域は、 迅速に行われた。高田城三重櫓、堀市の海域後には、家康の陸を松平忠照が、従来の川中島藩12万国に加え、越後の新領である63万国を領する75万国の大使として封じられた。松平忠照は、慶長19年に高田城を築城し、福島城を廃して、これに移った。実際の反省は、 慶長十八年までは、不画郎の奥保長安が統括した。この長安は、武田信玄にその行政手腕を見出されて登用され、家康の下では、関東大官や金山奉行として活躍した人物である。長安は、佐渡金山をも取り仕切っていた。しかしただてるは、慶長二十年の大阪夏の陣で地産した上、 ただてる軍が大阪に向けて行軍中の大見森山で、徳川秀忠直属の旗本2名を残殺するという事件を起こした。加えて、大阪夏の陣後、朝廷に戦勝を創上すべく、家康と共に散代することになっていたにもかかわらず、ただてるは、桂川で船遊びをして、これに加わることができなかった。これらが原因と言われているが、 家康死後の元那2年7月6日、将軍、秀忠の命により忠てるは海域及び伊勢屋様に入るとなった。ここに至る混乱の原因について、忠てるは父、家康や伊アに徳川秀忠に疎まれたことがあったため反発していた。秀忠が忠てるの存在を恐れたための処置だった。徳川忠長や松平忠直と同様に近しい、親族は、 爆藩体制確率の障害となるため排除された、などと諸説言われている。また、大阪の役で得られた領地は、豊臣家直轄の65万国余りのみで、諸大名に対して恩賞を与えることは困難であり、家康や秀忠は身内に厳しく対処することで乗り切る、狙いがあったとする説もある。大久保長康は、生前より、徐々に失脚し、 慶長18年4月の長安の死の直後から、大久保長安事件と呼ばれる、長安派の粛清が始まった。翌慶長19年8月21日、ただてるの家老、花井義成が死去した。その後、大阪の人を前後して、ただてるの上述の動きがあり、現場2年に改役という流れである。ただてる改役後は、 上野高崎藩から堺井家継が十万国で入部した。家継は徳川四天皇筆頭であった、堺井忠司の嫡男で、聖母は徳川家康の祖父、松平清康の娘なので、家康の重邸にあたる。家継は、ただてる海域後の七月に、高田城の受け取りを務め、そのまま十月に入部した。家継は、 父と共に、家康派行の行進として活躍した人物であったが、高田入部から2年足らずの玄那4年3月に死去した。この堺忠勝が継いだが、玄那5年3月に、品の松与藩へ違法された。入れ替わる形で、松城より、玄那5年、松平忠政が25万9000国で入る。忠政は、結城秀康の次男である。 元和九年五月、越前福井藩を継いでいた長兄の松平忠直が、不行席を理由に解役されたため、幕名により忠政は、兄の後を受けて、宗家を継ぐこととなり、福井藩主となる。寛永元年、高田には、忠直の着難千千代が二十六万国を与えられて、新規二律派にし、畑目には、叔父と甥いが入れ替わるという形となった。千地よは、 第三代将軍家光から変記を拝領し、光永と名乗り、越後守ると、十三味に劣せられた。なお、光永は若年だったため、過労の小栗美正からが反省を取り仕切った。小栗らは、河村瑞賢を招聘しての植産工業や、中江水の建設、魚沼銀山の開発、領内各地の神殿開発、などにより、藩の増収を図り、 表高26万国を実高40万国にまで押し上げたとされている。関文5年12月26日に大積雪を記録し、翌27日には関文の大地震が発生し、これにより本丸が崩れ、家中男女合わせて120名が死亡、二人の家老が死亡した。三永長身は江戸にいて無事だったが、翌正月に緊急帰国した。 なお、これにより反省は、完全に、小栗井美正和人が掌握するところとなった。この地震の災害復興として、小栗井ら藩主のは、城下町の区画整理などを行い、震災で損壊した高田城の修復も行った。ところが、藩内、特に一族重臣の間で三つ長の後継ぎをめぐる、お家騒動、いわゆる越後騒動が勃発する。 遠方2年に三つ長の着南綱県が創生したことをきっかけに、小栗美香と長見大蔵の二社を筆頭とする派閥による反省主導及び後継者をめぐる争いは混乱を極め、幕府の介入及び祭壇を仰ぐこととなった。遠方7年9月に、大老、坂井忠清の裁定により、表面上、一旦は収束された。ところが、遠方8年に、 将軍家綱が死去して、第五代将軍綱吉が就任すると、綱吉による異例の将軍直裁による再審議により、三永の高田藩は開役処分となった。この印象悪化以降、高田藩は懲罰的な天保先とされることが多くなった。高田城宮重遠方9年7月から、高田は幕府領とされ、品の他の諸大名がに役み、一年交代で常磐を、 勤めた。このような組み合わせで、選ばれた大名はそれぞれ江戸に出布した後、高田城に入城して、1年間勤めている。これら10名のうち、4万国から5万国が半数を、占め、在番大名は主にこのクラスから選ばれたと、推測できる。組み合わせのうち国高の多い方の大名が、本丸に居住した。 しかし、これらの財番大名はあくまで一年限りの預かり当番であり、責任ある政治が務まるわけもなく、高田は荒廃して治安が乱れ、放火や強盗も相次いだ。このため、高田の町民は自衛の組織を創設し、自治体制の強化や防火組織の建設などが行われた。天那二年には幕府によって、高田藩の検知が行われ、以降における、 高田の土地支配の基準になった。やがて、相模小田原藩主で、京都書次第を罷免された、稲葉忠だ王が、上京2年12月に10万3000国で違法され、高田藩が再び立藩する。聖獣は、第三代将軍、家光の馬母カス局の彦にあたり、父は、第四代将軍、家綱の下で老獣を務めた生息である。聖獣は後輩した。 高田の城下町を再建するため、荒れた屋敷の区画整理や、神殿開発を行い、結果として、城下町の中に田園があるという変則的な、城下町が生まれることになった。聖獣は後に、江戸城大留守巨役として幕政に復権し、老中就任を経た、元禄16年6月、下佐桜派に違法された。稲葉家と入れ替わる形で、千年に、 自社奉行を辞職した桜藩主、戸田忠姉が6万7千国で入る。しかし、高田藩の歴代藩主家で最も小藩のため、行政や城下町建設では消極的な政策が取られた。法営7年に下津家宇都宮藩へ違法となる。伊勢桑名藩主の定綱家へ急松平家の松平忠家が野村騒動の処理が過熱すぎると、 幕府の不況を買って、天保を11万3000国で入る。この久松松平家は、高台藩政でも厳しい統治を行った。騒動自体は、教法7年に、第8代将軍、徳川吉宗が、教法の改革で発令した、留置禁止令が原因だったが、この条目が原因で、首機軍における。 幕府領内の百姓が騒動を3年余りにわたって起こし、幕府は騒動を鎮定するため幕府領を高田藩に預けることにしたが、時の藩主、松平貞ては藩軍を動員して、暴徒を鎮圧すると、張り付け7名、国門11名、死罪12名、遠藤20名、所払い及び電磁取り上げ19名、罰金20名という厳罰を下した。 幕府は、この鎮定を評価して五代目の松平正試験の時に、道の釧路川藩に違法したとしているが、実際は二度目の左遷だった。高田における九州松平家の統治は、かなり厳しく、特に重税が敷かれて領民は厭査の声を上げていた。違法の時期が鎮定した、育てるではなく五代目の定権というのも時期が合わず、また高田より、さらに僻地の白河であり、 実質的には左遷だった。徳川普代の名門榊原家の当主であった、張間国姫路藩主の榊原正峰は、江戸吉原遊郭での合流などを咎められ、将軍、徳川義宗の政策に反するとして、強制隠居させられた。改役は、免れたものの、後を継いだ、榊原正澄は懲罰として、姫路から高田に移された。 長州政党に出陣する、高田藩平五和図中に死亡した合津藩士の墓地、通称藍土、合津墓地高は同じ15万国だったが、実際には、道の区国にある飛び地を含めたものであり、額面通りの収入を得ることは、非常に困難で、姫路と高田の商業規模などを考えても収入は、減ったであろうことが推測され、財政が悪化したと言われている。 名君として知られた榊原精霊の時代には、他藩の事情などもあり、飛び地分を隣接地に付け替えられることに成功し、犯罪性は以前より安定した。その後、榊原家六代の支配を経て、明治維新を迎える。母親戦争では、当初、態度を曖昧にしていたが、官軍が迫ると隣接の幕府領にいた、幕府側の不評体を追放し、 強順の姿勢を示した。その後、長岡、合図討伐の先方を命じられ、東北各地を転戦した。強順を拒否した、藩主は脱藩して、新睦隊を組織し、後に、将棋隊に合同した。母親戦争集結後、降伏した合図藩士1742名のご和図を命じられる。ご和図中に死亡した合図藩士の墓地は、 アイ墓ボと呼ばれて現存し、今も、有士の手によって護持されている。トザマ、四十五万国、堀修士堀忠都市母親戦争における、高田藩士戦死者の非審判、七十五万国、松平忠て十四にした。左この絵少将カズサ不ケ。代、十万国、坂井家継十五日した。左右門の城、坂井忠勝十四にした。 宮内大輔審判、二十五万九千国審判、二十六万国、幕府領の時代を参照。不代、十万三千国、稲葉忠氏を十四にした。丹後上、自重。不代、六万八千国、戸田忠実十四にした。山城守、自重。越後高田藩主、榊原家を祀る、榊神社不代。 十一万三千国。松平忠氏へ十五位下。越中守。松平忠王子十五位下。稲葉守。松平忠輝き十五位下。越中守。松平忠義十五位下。越中守。松平忠氏兼十四位下。越中守。越後高田藩最後の藩主だった。 坂木原正隆の懸賞皮膚代十五万国、坂木原政鋭十四位下。四季部大輔、自重、坂木原政圧氏十四位下。四季部大輔、自重、坂木原政鋭十四位下。とうとうみまもる、坂木原正義十四位下。右京大部。坂木原政愛十四位下。四季部大輔、自重。 坂木原正隆十四位下、し四季部大輔、自重。上記のほか、首他、軍二百五十三村の幕府領を預かったが、二村が、本藩に、二百五十一村が、柏崎県に編入された。ありがとうございます。